中田選手、対します白、東京都連勝6番田島選手であります。さあベスト4、3つ決まりました。残るは1つです。準々決勝最後の対戦。初出場同士の対戦です。こちらが中田。田島選手は初出場といってもこれ世界大会の候補になってましたからね。ちょっと宮崎とタイプが似た剣道なんですよ。あ、そうです、はい、だからこれもし田島と宮崎当たるとすると、うん、結構また長くなりますね。対するは左側の中田ですが、はい、これはどういう選手ですか。これはですね、兵庫県警の選手なんですが、はい、これまでそんなにその名をこう打った選手でもないんですね。そうですね。ただ選手には登録されてですね、時々はまあ出ておりましたが、今年に入ってからかなり調子を出していることは事実ですね。だけどもレギュラーとしてしょっちゅう出てるということよりも、はい、たまにこう起用されて出るぐらいですから、よくここまで頑張ってますですね。そうですね、はい、その中田が左赤です。年齢も33歳だし国士舘に出て、ベテランではあるわけですけども、ね、そうですね、はい、一方白の田島の方も初出場ですが29歳、はい、これもこの間の国体に田島選手はなかなか活躍して、はい、いろんな大会で彼は本当によく活躍してるんですね。都道府県でもですね。だから初出場でもあってもこれ5段ですから、この今まで出れなかったというのがございましたですからね。まあ、東京の代表になるのもこれまた大変ですからね。はい、大変なんです、はい、スピリッタ、ね、もう一つ、もう少し決めてますと一本ですね、はい、当たった瞬間にポッと引きましたから、この辺は中田もよく見ていたということですね。東京代表田島実は連勝6段、一方兵庫代表中田義行も連勝6段です。あれ今の月なんかですね、疲れた方がハッとしますとね決まるんですよ。ところが向こうは動じないとですね、ついた方も今みたいに決め手がかけるんですね、はい、このあたりもその中田が、まあ、当たってるとさっき表現されましたけども、はい、乗ってきてるということですね。そういうことですね、はい。それで田島選手は非常に小手が上手なんですね。で自分の得意技に凝りますと、はい、得意技でやられる元にもなるわけですね。だから得意技を打ててよく昔から言うんですが、そういう意味ではあんまり小手にこだわりますと中田にやられる可能性がありますですね。だから小手を攻めといて面に行くとかですね、そういうふうにしないと、ただ小手ばかりにこだわりますと小手をかわされて面打たれると。ここで副審が試合を止めました、はい、松山さん、これはどういうことですか。今なんか市内になんかかかったかなんか、相手の市内にちょっと妨害したかなんかですかね。副審が試合を止めまして、そして協議しました。あ、そうですね、やはり相手の市内で無謀にちょっと不正解したんですね。あ、ここで白3番田島が1本奪いました、はい、この小手が田島の得意なんです、はい、また行きましたね。ただ今のようにあれを狙いますとあとやられるんですね、はい。で最初の時打ったことは打った後は体が崩れなかったでしょ、うん、今のは崩れましたね。なるほど、あれは決まらない元なんです。しかし田島はその反則を取られた後のですね、はいはい、すぐに攻撃に移りましたね。そうですね、やっぱり反則を取られますとどうしてももう一つやると一本になりますからね、はい、なんか積極的に攻めないと。田島選手はよく突きも突きますね。中心をぐっと突いといて、そして、はい、攻め込んでおいて小手を決めるんですね。ところがよく小手が決まるもんですから小手に固執するんですね。あ、ほら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 、ほ
副審は取りません。赤2本上がっていますので面、1本返しました。中田ちょっと短いと見たんでしょうけど、今のよく飛び込みましたかね、はい、あれですね、あの小手いきます、はい、今も目にかれたでしょ。あんまり小手に固執しますとああやってやられるんですね。これで両者1本ずつです。3本勝負、2本を取ると勝ちます。これも浅いか。また突きに行った田島。今度は中田、白3番、田島の勝ち。終盤に来て試合が動きました。ただいまの試合、兵庫県中田選手対、まあ、東京都田島のいいパターンで試合運び、突きをついて、突きをついて、そして浮かしといて小手を攻めると、はい、もうまさに今後半は田島のペースだったですね。ただ今ように、はい、突きをつかないで打ちますとやられるんですね。だから突きついて崩しながら崩しながらの小手を狙うということで。さあ今のシーンですが、はい、今も、まあ、よく先に1本取ってですね、はい、その次に2番目に1本取られますね、はいはい、2回目に取った方、まあ、取られると、はい、後から取った方が有利と言われるんですけども、そうですね、どうしても最初取ってあ良かったと思ったのが取られ、はい、取り返されますとね、はい、しまったと思うこの気がするもんですからちょっと焦るんですね。まあ、冷静に田島君もよくしのぎましたからですね、はい、さあこれで第39回の全日本剣道選手権大会ベスト4が出揃いました。